これでわかるシュザンヌ・バラドン。画家としてだけでなく、ユトリロの母として、またモンマルトルのモデルとして有名だったシュザンヌ。本名はマリー・クレマンティーヌ・バラドン。シュザンヌという名は後にロートレックから付けられた名前です。1865年フランス中部のベッシーヌに生まれる。母は貧しい洗濯婦。父親については情報がありません。5歳の時、パリのモンマルトルに移る。母は彼女をアパートの管理人などに預け、家政婦や洗濯、アイロン掛けなどの仕事をして生計を立てていました。11歳の時、シュザンヌは小学校を退学して裁縫師になり、その後市場の野菜の売り子、店員、工場労働者など仕事を転々としていました。大きくなるとシュザンヌは洗濯婦の母の仕事を手伝って、画家たちのところに洗濯物を届けて回っているうちに誘われ、画家のモデルを務めるようになりました。有名なところだとピュビス・ド・シャバンヌ、ピエール・オーギュスト・ルノアール、アンリ・ド・トゥルーズ・ロートレック、エドガードが、そしてモデルとしてだけでなく、それぞれと深い関係になりました。では、彼らの描いたシュザンヌを見てみましょう。シャバンヌの描いたシュザンヌ、ルノアールの描いたシュザンヌ、ロートレックの描いたシュザンヌ、ドガの描いたシュザンヌ。画家によって全然違う女性のようになりますね。1883年、18歳でユトリロを出産。父親は不明。もしかしたらユトリロの父親はルノアールかも、なんていう説もあります。シュザンヌはユトリロを祖母に預けて、モデルの仕事と絵の制作に専念し、家計を支えました。ユトリロは孤独な幼少時代を過ごしました。そのことがその後のあのユトリロの絵に影響したのかもしれません。28歳の時、2つ年下の音楽家エリック・サティと6ヶ月間だけ付き合います。短いけれど激しい愛があり、サティはシュザンヌに300通もの手紙を書いたそうです。2人が破局した後、シュザンヌはサティの友人で裕福な資産家のポール・ムージスと付き合い始めました。1894年、国民美術協会の展覧会に出品。初めて買い手がつきました。エドガード・ガです。彼は彼女の絵に才能を感じ、自ら彼女に絵のいろいろな技法を指導しました。1896年にポール・ムージスと結婚し、コルトー通り12番地に移る。12番地は現在モンマルトル美術館があるところです。ムージスの経済的支援により、彼女は制作に専念することができました。ユトリロは祖母が住むパリ近郊のモランキ宿学校に預けられます。すでに10代からアルコール依存症になり、精神病院に入院していました。退院後、ユトリロにシュザンヌは絵を描かせました。少しでもアルコールから気をそらせたかったためです。絵は治療の一環でした。ポールとの関係はうまくいかなくなります。そんな時、アンドレ・ユッテルと出会う。ユトリロの友人で23歳、20歳以上年の離れたカップルでした。彼をモデルに絵を描きます。アダムとイブ。当時、女性が男性の裸体を描くことはそれだけで先駆的なことでした。シュザンヌはサロン・ドートンヌなど大規模な展覧会に次々と出展し、ユトリロも1913年に初の個展を行います。1926年にユッテルと別居し、ジュノー通りに移る。1935年、51歳のユトリロは、シュザンヌの勧めで資産家の未亡人、ジュシーと結婚しました。高齢になったシュザンヌは、ユトリロより12歳年上のこの女性に彼のことを任せたいと思ったとか。1938年、シュザンヌは脳溢血のためにこの世を去る。72歳でした。この時代、女性が画家として認められるのは大変なことでした。ベルト・モリゾなどの女性画家もいますが、シュザンヌのように労働者階級から画家になる人はなかなかいません。ただ、アカデミックな固定概念から外れたことで、ヌード、それも男性のヌードまで描くという自由で前衛的な絵が描けたのかもしれません。彼女の描く女性たちも、男性の理想が入らないからか、とてもリアルに感じます。お疲れ様でした。では最後にシュザンヌの他の絵も見てお別れしましょう。ご視聴ありがとうございました。